はいさい、今回も掃除にやってきました。見えるように昼に行きましたね。というわけで掃除の再開していきます。本日は掃除機をしっかり持ってきました。で掃除機をかけながら掃除をしていく。ちなみに前回置いたエアウェットは、使えそうだね。空気が抜けてる感じはしないから、ちゃんと掃除だけすれば使えそうな感じがしてますね。仕事しすぎて見えないけど、これちゃんと洗いますね。で、今日はバッテリーをちょっとチャージングするものを持ってきましたね。パネル持ってきたんで取り付けたいと思いますね。電気がこれ使ってたらそのうちなくなるんで、充電していきたいと思います、しっかり。この2枚ですね、これ提供品でいただきましたので使ってみたいと思いますね。ローグ RV っていう前ポータブル電源紹介した場所なんですけど、それのフレキシブルなソーラーパネルらしいです。僕も見たことないんでちょっと見るの楽しみですね。とケーブル、MC4 端子のケーブルですね、ソーラーパネル用の。これ開封しちょっと見て設置したいと思います。で、この箱自体は相当軽いですね。普通のソーラーパネル結構重いんだけど、これか、細いな、確かに。ペラペラだ。はい、このぐらいのものになります。これ 100W ですね。100W のソーラーパネルになっています。で、かなり薄くて、1ミリぐらいかな。ほんとペラペラですね。持ち運び用のソーラーパネルの、このソーラー部分だけって感じですね。はい、質感もこんな感じで。で、端っこには四隅に穴がついてるので固定がしやすいって。キャンピングカーの上につけたりとか、屋根とか曲面の壁、壁面につけることが多いみたいですね。背面は樹脂みたいな感じですね。プラダンとかの質感に近いかな。この通りグニョングニョン回ることですね。車とアンカーは結構こう湾曲してるんでね、屋根がそこに取り付ける時とかにいいらしい。面白い、下敷きみたいな。はい、ここが端子の部分ですね。MC4 端子になってますね。ソーラーパネルとかだったら標準の端子規格になっているので、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。プラスとマイナスがありまして、それをつなぐことによってチャージングがなされていくってこと。はい、ここの端子側はちょっと出っ張りがございますので、天井なんかにある場合は空気抵抗がかかるかなと思いますね。だいたい高さは第一関節ぐらいまであるね。今回のこのパネルの特徴は270度曲げが可能っていうことですね。これがだからグニョンって曲がりまくっても大丈夫。普通のガラスのやつはね、バキって割れるでしょ。平面しかいけないから。湾曲スタイルで使えるっていうことですね。あとは、軽量薄型。確かに。かなり軽いですよ。段ボールの梱包から軽かったから、これソーラーパネルって僕気づかなかったですね、持った瞬間は。そんぐらい軽い。で、高効率安定出力ってことですね。100W のパネルでもだいたい 100W は出ないんですけれど、なんか変換率っていうのがあって、23% とか 24% ってあるんですよね。まあ、それが高いっていうことですね。で、効率よくアンペアを稼げるっていうこと。あとは防水性ですね。IP68。なんで、結構雨とか濡れても全然大丈夫。で、MC4 のところの端子もね、これって防水仕様になってて、中にバッキンが入ってるんですよね。だから浸水からかなり守れる。安全っていうことですね。野外配置にしても安定して、ソーラーを、蓄電器に充電することができるっていうことでございますね。はい。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ実際に取り付けていきたいと思いますね。はい。接続していきますね。これがバッテリーね。で、これがインバーター。これがソーラーチャージコントローラーってやつですね。で、挟み方としては、ソーラーチャージコントローラーの線をバッテリー側に置いて、その上にインバーターのこの線が来るっていう形で差し込みます。で、差し込み方は、最初にプラスやって、マイナスっていうことですね。ちょっとおばさんから飯できたよって連絡来たんで、昼飯食ってきますね、今ね。じゃあちょっとテストしましょうか。仮設置して。16をかける7.25。今116ボルトぐらいで
116W ぐらいで発電しますね。2倍なんでマックス 200W なんですけど、だいたい6割ぐらいの効率になってますかね。でも多分もっと上がると思う。一時は10ぐらいまで行くこともあったんでね。よし、10アンペア出てるよ。150ワット以上ですね。160近いと思う。めっちゃいいね。もっといけそうじゃない？これを寄せて。ダイソーでアイテム買ってきました。この紐、カゴ、紐と、面白いやつ。くるくる縛りって言って、結ばなくても縛れるらしい。使ってみよう。くるくる紐縛りの使い方は、普通に十字にクロスにやって、その先端を引っ掛けて回していくって。そうするとこうなるんだって。で、固定されるってことらしい。はい、ダンボール終わりました。ダンボールはうちの母親がなんか紙をねリサイクル出して、それでお金にするっていうのをやってるんで、それあげたいと思いますね。ダンボールまんま。この空いたダンボールを強化して木材入れようかな。端材。ダイソーのガムテープ弱そうだな、なんか。大丈夫か。やっぱなぁ、消耗品も、しっかりして使った方がいいかも。長く持たすのか。一時だったらいいけど。完全なやらかしじゃん。フローリングに2液混合のエポキシ接着剤がくっついてる。うわ、あ、いけるか。液漏れしたのかな。2液混合だから硬化剤混ぜないと固まらないはずなんだけどね。もしかしたら外装が劣化して漏れたかもしれない。これ賃貸だったら相当なことになっちゃいますよ。フローリング張り替えかも。寄贈修代か。1万とかかるんじゃないかな。1万とか2万とか。お、いけるか。あ、でも柔らかいね。そんなに硬化してます。お、あ、なるほど。頭の樹脂が折れちゃったんだ。紫外線劣化だと思う、多分。ここカーテンもないからさ。なるほどね。ダメだねこれ。教訓は床に置かないでおこうってことだね。蓋閉めてても完全に紫外線劣化で割れたりするんで、なんかの上に置いた方がいいね。包むとかね。はい、こっちは捨てるものは捨てて、工具とキャンプ用具と資材、なんかに使えそうなものね、分けました。
で、なるべく見栄えいいように使えそうなやつは立てて置いてますね。で、これ平物ね。これ製作中の棚で、これ棒状の端材ですね。まだ使えそうだね。これは面の平物の木材、端材になってますね。っていう感じで、ある程度一応仕分けしたんで、仕分けしてもね、まだ片付かない。なんで、作りながらじゃダメだと思う、これ。棚とか作って収納を作りながら作らないと、やっぱ限界があるな。片付けきれん。収納が全くないから、しまいながらやっていかないと、ラチが開かないかもしれないんで。とりあえず、最後のあそこの間だけ、ガーッと整理整頓して、その後、棚とか作る工程かと思いますね。はい。ある程度、仕分けできてるから、これ。わからんけど。これはね、廃材でばらさないとダメだね。焚き火用と、あと木材資材にしたいと思います。で、あっちも木材を立てて、だいたい仕分けしますね。長物と平物と。で、資材関係ね。で、こっちは使うやつを箱に入れてまとめてるっていう感じなんだけど、全然終わんないね。これ時間が足りないわ。もう行かないといけないんだけど。飯食っていく。だけど、終わんないから、とりあえず昼時なんで、飯食って戻りたいと思います。大変だな、時間が必要だ。もっと何だったんだと。ああ、 13.3 か。よいしょ。今日お昼ご飯ですね。蕎麦屋さんの釜出しっていうカップ麺があったんで、これ食べたいです。に卵、具が煮卵ですね。これで昼飯にします。なんかお湯足りなかったか。ちょっとまだっぽいけどいいか。ちょっと麺が、いや、お湯が若干少なかったな。しちゃった。いただきます。麺は全く緑のタネクと一緒だな。これ味は違うけど、ごちそうさんです。というわけで、もう廃墟の掃除まだ続きそうですね。これ前半ぐらいで、あと後半で仕分けしながら断捨離もして、収納も作りながら全部小分けしていかないといけないね。もうちょっと頑張ります。